マジですごい。このさ気温とさこの感じとさ、うん、修学旅行思い出さない？思い出せる、ね、あったね。夜にこういうのあったよね。なんか、なんで気づかなかったんだろうね。この夜のシチュエーションでさ、なんか怖がらせたい人とかいるじゃん、うん、うちらのことさ、スタッフさんの中で、うん、確かに。いや今回に関してはちょっと気づかなくない？知らない要素が多すぎて、サプライズがさこんなにあると思わなかったこの話ね。何個転がってんの？もうおしまいだろうね。でも、あの飯塚さんが出てくるのもあったし、うんうん、あと長野さんがね出てくるのもあったし。そうだよ、ちょっと待って。あ、そうだ。あら、なんか長野さん見たことある服着てたんだけど。あの、あるよね、ああいうやつ。私もなんか見たことある。ドッキリで見たことあるんだけど。そうね、あれ。でも玉井さん、はい、びっくりしたでしょ。びっくりしたよ、なんか見たことあると思う。最初なんか長野さん、うん、裸風できたのかと思ったでよく見たら、うん、あれと思って。あれ何でした？私と一緒だと思いました。思いましたか？思いました。私と一緒に起きてるなと思ったよ。よく考えてみてください、うん、玉井さん過去に誰かと一緒にあの服を着たことありませんか？え、誰かと一緒？いや、お揃いなんだよね。あきちゃん、そう、メイクのあきさんの借りたそうです。まだまだ借りてきたそうです、メイクのあきさんの。カインだね。そう、ヘアメイクのあきちゃんと私、あの同じお洋服を持ってたんですよ。そうだ、そこから借りてくるんだ。なので、玉井さんの服ではございません。あと、サンダルもよく買えるやつだもん、ね。今日、このために買いました。おニューです、あれ。びっくりした。あのサンダルは今日履いてきてたのよ、私も。あれ？と私も、あれ？これは、私ワンピースは聞いてたけど、靴聞いてなかったから。うんうん、あれ、これ玉井さんのかな？ちょっと驚いた。あの、リアルにびっくりした顔してたから、しめと思って。思ったね。びっくり。皆さん、ご安心ください。あきちゃんは逆によく貸してあげたね。確かに。結構パツパツ。パツパツだ。で、なんかめっちゃパンツ見えてたから、よろしくドッキリ大成功でした。面白かったです。あ、そうです。ま、ちょっとご挨拶できてなかったですね。はい、はい、改めまして皆さん、アンコールありがとうございます。あー、もうね、情報量が多かったね。情報量が多い。だってなんか MC がこの数じゃ足りないのよ。消化しきれないのよ。なんか拾いきれてない。だってさ、あんなにプールでふざけたのにさ、うん、もうちょっと話したいけどさ、飯塚さん怖かった。怖かったね。だってゼリーの下り、あれ昨日のことのようだもんね。本当だね。本当だね。ゼリーで喧嘩したのもね、うん、そうだよ。すごい怒ってたぜ、立ったゼリーごときで。ねえ、怖い。もうだってだって怒るよ、あれは。ゴミ箱ブンブン振り回る、うん、こんなことやってたよ。バトルに集中しすぎちゃったもんね。集中しすぎたよ、もう怒りが勝ってたもん。あー、ちょっと、さあ、ということで、うん、ただいまですね、20時を過ぎたところですけれども、すっかり真っ暗。真っ暗、でもやっぱ晴れてるからね。うん、いや、澄んでるね。雲ないよ。でもね、ここまでいろね、お祭りとか、プールで遊んだり、お水かき合ったり、肝試しまであったりとか、そう、皆さんに予定外の、ね、はい、いろんな角度からちょっと夏を、感じてもらえてたら嬉しいなと思うんですが、はい、もう夏といえばさ、うん、あともう一個あるみたいな。あるじゃん。ありますよ。あるじゃん。もう夏といえばもうですよ。そうなんです。それをね、みんなと一緒に見たかった。なんかさ、うんうん、あのさ、いいよ。いいよ。ちょっと喋りかけていく、行くっていう、うんうん。ちょっと待ってて。やっぱり夏はさ、でもさ、あの明るい時間も楽しいしさ、暗くなってからも楽しいってすごいよね。そう。いや、すごいよね。私ちょっと私は諦めかけてたから今年の夏、ね、この次のやつ。私も、私多分見ているもののふさんもみんなね、ちょっと今年の夏はね、うん、あの思うようにエンジョイできないなって方も多かったと思うよ。そうだよね。うん、なんかしかもさ、あの全国でさ、うん、まあ、もしかしたら見れるかもみたいなタイミングさ、うん、何回かここ最近あったじゃないですか。ずっとその時間になんか音聞こえないかなとか、ことごとく私も逃してる。そう、ことごとくなんかたまたまなんかちょっとスタジオでお仕事してたりとか、うんうん、なんかね、今年はだから一度もね見れてないので、うん、でも、そうそう、皆さんと一緒にね、せっかく入りましたし一緒に見ましょう。はい、行きますかね。夏だね。夏だね。はい。でも寂しくなっちゃうね。ね、なんか、ああ、寂しい。はい。では、もうラストスパートですね。最後は、この曲から聴いてください。たとえ、待ちくたびれ、諦めたとしても、でもね、どこまででもやり直せるはず。
涙が証明してくれるはずだって、みんなに
悩んだ時、自分の限界に立ち止まってしまった時、この歌歌ったらいつの間にか笑顔こぼれてた魔法みたいだね。出た目でもなく歩き続ける意味をちゃんと知ってる。ちょっとね、お話聞いてみましょう。行きましょう。中野さん、ありがとうございます。中野さん、中野さんいかがでしたか？いや、もう事前番組からお世話になりまして、はい、もう最高ですね、ももくろ。しおりん、ごめんね、びっくりさせて。そうだよ。あきちゃん、ありがとう。あきちゃんがかわいそうだよ。あきちゃん、ごめんなさい。でも、大成功でした。大成功でした。びっくりしたよ。ありがとう。はい、でも最高でした。ありがとう。最高の夏を。楽しかったね。盛り上がりました。長野さんのおかげで。さあ、そして久しぶりの井田野さん、はい、いかがでしたか？いや、本当楽しくて、もう今日一日すごい焼けて、ね、なんかもう花火見て、あ、夏終わりかなっていう、この焼いた後のね、ヒリヒリ感とともに、まあでも今年すごいいい夏過ごせそうなんで、皆さんのおかげです。ありがとう、本当にありがとうございました。最高でした。そしてね、ダンサーの皆さん、ゾンビにも最後になって、ねえ、見てる人はなんか同じダンサーさんだととても思えないと思うよ。健康ぶりだったね。だって目が怖いもん。だって黒目がさ、爪楊枝ぐらいしかないよ。確かに爪楊枝の上から見たとこぐらいだよ ね、 ね、またね、こうしてたくさんの皆さんと一緒に集まれるのを楽しみにしながらね、伊勢、はい、もありがとう、ね、ありがとう、ありがとう、ありがとうございました。ということで、改めまして長野さん、そしてダンサーの皆さん、伊沢野さん、一切みんなありがとう、ありがとう、最高の夏をありがとう、楽しかったよ、こっちの方が楽しかったよ、またね、またね、また遊ぼう、また遊ぼう、バイバーイ。
を感じたな、本当。ねえ、そうね、そうね、いや、本当にやっぱ今年の夏はさ、ちょっと特別じゃない、今までとはまた違った夏の過ごし方をしなきゃいけないから、ね、夏らしいことはやっぱ私もさっきね、あーちゃんが言ってたように諦めていたんだけど、やっぱこうやってみんなと一つずつ、まあ、制限されてる中でもね、こうやってみんなと一緒なら何でも楽しいんだというのが改めて実感しました。さすがもののふさんだなと改めて思いました。なんか本当になんかいろんなことがありすぎて、一からこうみんなとまたこうね振り返って、あん時ああだったよね、この時ああだったよねって語り合いたいぐらい、いろんなことが盛りだくさんすぎて、すごく私も充実した夏になったなと思うんですけども、やっぱこう離れていてもね、会場にやっぱ来れなくてそれぞれ違う場所にいても一つになれるんだなって思いました。そんなもののふさんがやっぱり大好きだなと今日改めて思いました。みんながねそれぞれ最高の夏だったって思えてたらいいなと思います。これからもね、私たちと一緒ならきっといろんなことを乗り越えていけると思うので、一緒に乗り越えていきましょう。今日は最高の夏をありがとうございました。さあ続いてあーちゃん。はい、皆さん最後まで本当にありがとうございました。いや、最後まで楽しんでいただけましたでしょうか。私たちももちろんですし、いろんなスタッフさんがこう初めての挑戦だったりとかがたくさんあって、みんなでこうこのリハーサル期間にどうやったら楽しいものを届けられるかなっていろいろたくさん考えて、この今年なりの、夏のバカ騒ぎがお届けできたかなと思っています。そうですね、でもやっぱ今年の夏ってめちゃめちゃ試されてるじゃないですか。今年の夏をどれだけ楽しめるかっていうのはやっぱり個々のなんだろうな、こう気持ち次第というかだと思うので、でもやっぱもののふさんたちだったり、私たちももクロ、そしてももクロのねスタッフさんたちはみんなこの状況でも絶対楽しんでやるぞっていう思いがこうすごく熱くて、だからこそこの楽しい配信が今日私もできたなと思います。配信でもめちゃめちゃ楽しかったので、こうもっともっと配信で楽しいものをお届けしたいなっていう気持ちにももちろんなったし、それと同時にやっぱり早く集まりたいなっていう、みんなでこうドームとかで早く集まってバカ騒ぎしたいなっていうどっちもの思いになりました。なので配信ももっともっと上を目指して皆さんにお届けしていきたいなと思いますし、一日でも皆さんと一緒に集まって騒げるのを楽しみにしています。まあバカ騒ぎはおしまいですけど、まだまだね私たちから楽しいね配信とかお届けできるんじゃないかなと思いますので、まだまだね楽しい夏にしましょう。今日は本当にありがとうございました。シャリン。はい、皆さん今日は本当にありがとうございました。なんとですね、今年でももクロの夏は10年目になるんですね。10回目の夏のライブにまさかこういう形で誰もがね当たり前にこうライブができると思ってた世の中だったと思うんですけど、やっぱ当たり前が当たり前じゃないんじゃ当たり前じゃないんだなってことにすごく気づかされて、だったら今できる当たり前って何なんだろうっていうことで、こうやって配信として皆さんに楽しんでもらえるようにいろんな試行錯誤をしながら、お届けさせていただいたんですけれども、いかがだったでしょうか。そうですね、やっぱこういう状況の中で、それでもやっぱさっきアーリーもライブ中に言ってたけど、こういう状況でも配信を通してでもももクロと一緒に夏を過ごしたいと思ってくださってる方がたくさんいるっていうことに私たちもすごく嬉しいなって思いますし、やっぱライブを大事にここまでずっとやってきたので、こうやっぱライブとしてこうお客さんと同じ空間にいられないっていうことがやっぱとても寂しいなって思うことも思うんですけど、でもこういう形でも皆さんに何か明日も頑張ろうって気持ちとか、これからの楽しみ、これから先の楽しみとかをこう見つけてもらえるように、私たちはこれからも皆さんに何か少しでもお届けできるように新しいこととかいろんなことに挑戦していきたいと思います。もののふの皆さんのこの私たちと一緒で何でも楽しんでやろうじゃん精神に私たちもすごくいつも助けられていますので、これからも私たちと
タッフさんとモノノフさん、みんなで力を合わせて、まだ見たことない世界、そしてね、またライブで集まれる日を、一日でも早く集まれる日を願って、これからも、頑張ります。最後になんて言えばいいのか。頑張ります。頑張ります。それしかない。そう、頑張るしかないもん。もうみんなが本当今辛い状況だと思うので、私たちは笑顔にできるように、一人でも多くの方を笑顔にできるように、これからもお届けしていきたいと思いますので、ぜひ早く会えるのも楽しみにしていますが、これからも、ね、楽しいものをお届けできるように頑張ります。皆さん今日はありがとうございました。かなこ、はい、いや本当久しぶりでしたね、こういう感じ。やっぱ私たち的にも、まあ、まだもちろんね、お仕事もそうですし、まあ、全てが今まで通りとは違う新しいやり方でこう毎日が進んでいく、多分皆さんもねきっとそうじゃないかなと思うんですけど、そんなね毎日戸惑いながら、皆さん自分のためにとか誰かのためにとか本当に一生懸命頑張ってる毎日じゃないかなと思います。私たちもこうライブができる喜び、こうやってメンバーとみんなで集まれる喜びとか、本当何気ない時間にやっぱり感じることがすごく多いなと思います。それくらい今までの日常が変わってしまったっていう現実でもあったりすると思うんですけど、やっぱそんな中でこう本当みんなが言うように楽しいって思う時間だったり、心が動く時間、それによってまた次頑張れるっていう力になるような、そんなね今存在でいたいななんて、やっぱそういうお仕事じゃないかなってこう思ったりするんですが、はい、なのでこうして大変な状況の中でも私たちに画面越しでも会いに来てくれるのすごく嬉しいですし、せっかく会いに来てくださったので、もう全力でそれにお応えできるようにというふうに、みんなでね、まあ、毎日試行錯誤しながら、ああじゃないこうじゃないって言いながら、そんな時間もなんか懐かしかったり楽しかったり新しかったりして、はい、すごい新鮮でした。なので皆さんに今回はこういう距離ですけど、まあ、なんだろうな、もしかしたらやっぱ会場より近いのかもしれない。そうだよね。かったり、はい、普段ね、なんかあんまり見られないところが映されてたり、なんかそういうのももしかしたらあるかもしれないという緊張感とかあるんですけど、まあ、心の距離がね、なんかちょっと近いような感じもして嬉しかったりもしました。もちろんみんなが言うように早くね、みんなで同じ場所に集まりたいって思う気持ちもねが一番なんですけど、やっぱり今できることを、まだまだ続けていかないといけない、毎日なので、そんな毎日の中で皆さんに本当にちょっとでも楽しいって思える、笑顔になってもらえる時間を、お届けしたいなと思っています。ということで本当お忙しい中ね、今日は日曜日、明日からお仕事かな、みんなお仕事だったり、夏休みかな学校の子はね今。そうだね、はい、まあ、でも今ね夏休みだからといってもういろんなところに遊べるに行けるっていうのも短いだろうしね、こっちの夏休みはなかったり、まあいろいろ気にしながらやらないといけなかったりしますが、本当にお体気をつけてね、一番気をつけよう。そう、みんなで集まれるように体に気をつけて過ごしていきたいなと。なので皆さんもお気をつけてお過ごしください。今日は本当にありがとうございました。以上、私たちマイルアイドル週末ヒロインももいろクローバー Z、走り出す足音よ、腕を振る風音よ、行け行け海を越えて未来に届くまで吠えろ。飲み込んだ希望が伝えてる。
どんなに長い坂道でもあと一つとここの